皆さんこうっんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ来週も見逃せないということで、今週もやってきました。キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は1月の13日から1月19日までの来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。まずはペイペイからですね。ペイペイでは主に3種類の大きなキャンペーンです。 まずは、街角 p ドペイペイ第2弾ですね。期間は3月の31日まででして、キャッシュレーション者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなっています。ペイペイチャンスに抽選に外れた場合でも、最低でも6.5%は還元されます。ちなみに僕はまだこの第2弾の街角 p ドペイペイが始まってから一度もペイペイチャンスは当たっていません。 次にペ a ペ p モールですね。こちらは街角ペーペ p 同様に3月の31日まででして、最大でも20%還元されるというキャンペーンですね。で、同時進行で現在ペ a ペ p モールのゾゾタウンでは最大で10%還元のキャンペーンというのも開催がされています。なのでまあソフトバンクとかワインボーイルユーザー、ヤフープレミアム会員の方はまあ30%近くぐらいまで還元はされるますね。 そして3つ目は電子書籍など販売している ebookjapan にて paypay ペペ決済をしたら最大で20%還元されるキャンペーンということなんですけどもこちらは明日の1月の13日で終了となりますので購入される方はぜひお早めにということですね次は d 払いです d 払いでは3つのキャンペーンが主に開催されてます まず一つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちらはキャッシュレッショ者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せをして合計で10%の D ポイント還元がされるキャンペーンとなっています。エントリーが必須で3月の31日までとなっています。で、このキャンペーンは D カードプリペイドと D 払いの連携も可能なので D 払いと連携して利用されるのもいいのかなと思います。期間は3月の31日までですね。 二つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンというのが開催中です。で、こちらは11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済をしたら D ポイント10%というのが還元がされます。で、このキャンペーンで気をつけないといけないのは、まあ、対象店舗で D 払いが使える全部のお店、全部の飲食店が対象というわけではなくて、まあ、どこで使えるのかというのに関しては公式ページでご確認ください。まあ、一応例で言うと松屋とか、あとサマ マルクカフェとか、まあ、そういったところになりますねそして、D 払い3つ目のキャンペーンはこちらのセブンイレブンで D 払い20%還元のキャンペーンが1月の31日まで開催がされていますで。こちらは還元を受けるために一度の購入で700円以上というのがありますが、キャッシュレス消費者還元事業の2%のセブンイレブンというのが結構あるので、まあ、その場合は一応715円以上で決済することをお勧めします。 もし715円以上になかなか届かない場合はもちろんもう僕のお勧めするバナナ次は楽天ペイですね楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催されています一つ目はこちらの全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンが3月の2日まで開催中ですで楽天ペイが使えるお店であれば基本的にはどこでも5%のポイント還元がされるものとなっていましてでこのキャンペーンに参加するためには必ず必ずエントリーが必要す 必須となってますのでそちらもお忘れないようにお願いしますで、2つ目は以前動画でも紹介をさせていただいたんですけどもコロワイドグループにて楽天ペイアプリで決済をしたら 5%の楽天スーパーポイントがもらえるというキャンペーンというのが開催されてます。こちらは2月の7日まで開催されてまして、まあこのコロワイドグループというのが、まあ実際どんなところがあるかというと、まあちょっと今出てるんですけども、牛角とか、あとはかっぱ寿司、そしてしゃぶしゃぶ温野菜など、まあ結構こんないろんなお店で使うことができますので、まあぜひですね、これの時、このお店で行く時は楽天ペイで決済をしてみてください。 ちなみに上の期間中5%還元のキャンペーンと合わせて使うことができるので、実質10%分の楽天ポイントの還元を受けることができます。なので、まあそれぞれですね、キャンペーンのエントリーも忘れずぜひ参加してみてください。次はメルペイですね。メルペイで2つのキャンペーンが主に開催されています。 一つ目はメルペスマート払いで5%のポイント還元ということで期間は2020年の1月の31日まで開催中です。で ID 決済やメルペのコード決済を使えばどこでも5%還元がされます。で、上限は1000ポイントまでとなっていますので2万円分利用すれば上限に到達します。ちなみにスマート払いの、まあ、限度額については人によってはそれぞれ違うので、まあ、設定で変更して、まあ、どこまでご自身が使えるのかというのは必ずチェックして ぜひこのキャンペーンを使ってみてください。そしてメルペイではこちらのススメルペイのキャンペーンですね。こちら招待コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面で銀行口座や運転免許証を提示して本人確認まで完了がしたら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっています。 こちらはキャンペーンの終了期間はまだ決まってません。そして、現在ですね、メルカリのアプリを登録した時点で500ポイントがもらえるので、今メルペを登録したら、この進めるペと組み合わすことで、実質1500ポイント、1500円分がもらえることができます。なので、まあ、そろそろメルペ始めようかなっていう方はですね、概要欄もチェックしてみてください。次はエイペですね。エイペで大きく2つのキャンペーンが開催されています。 まず最初は家電20%還元のキャンペーンというのが開催中です。期間は明日の1月の13日までとなっています。現在 AUPay では AU ユーザー以外でも利用が可能となっていまして、今回のキャンペーンは AU ユーザー以外の方でも基本的には誰でも20%還元がされるものとなっています。で、上限も今回は1万ポイントまでとなっているので、まあ家電の買い替えなどを検討されている場合は、今回の AUPay のキャンペーンを利用してみるのもいいのかなと思います。 もちろんその際は LINE のショッピング GO とか、あとは両販店の独自のポイントカードの提示も忘れず、まあポイントの20取り30取りもぜひやってみるのもいいと思いますね。 次はファミリーマートと AU p のキャンペーンも開催されています。期間は1月の20日までとなっていまして、こちらのキャンペーンでは必ずエントリーが必須となっています。こちらは EU の、まあ、スマートパスプレミアムの方であれば最大で20%、それ以外の方であれば最大で10%の還元を受けることができます。もちろんファミリーマートを利用する際には楽天ポイント、あとは D ポイント、D カードなどのポイントカードの提示も忘れないようにしましょう。 次に、オリガインペイですね。オリガインペイではその場で3%オフのキャンペーンが開催中です。7月31日まで。で、キャッシュレッショ者還元事業のお店であれば、最大で8%の即時ポイント還元を受けることもできます。次に、ファインペイですね。ファインペイでは大きくこちら2つのキャンペーンが開催中です。1つ目は、ファインペイと T ポイントを連携して50ポイントがもらえるキャンペーン。こちらは以前、あの動画でもお伝えしたんですが、まあ期間中にファインペイと T ポイントを連携して、 ファミペイで200円以上決済したら1回だけ t ポイント50ポイントがもらうことができます。そしてちょっと右側にも出てる黄色い部分なんですけども t ポイントと連携したファインペイを提示してファミペイ払いをすることで何度でも t ポイント10倍のキャンペーンも開催されてます。まあ一応上限は1000ポイントまでとなっていまして実質まあ5%分の t ポイントが還元されるのでまあ t ポイントを集めてる方はファインペイでの決済を貯める、ファインペイでの決済で貯めるのもいいのかなと 思いますちなみに、どちらも1月の27日まで開催がされてます。そして、もう一つ、ファインペイに5000円以上のチャージをすることで、ポケチキ無料クーポンがもらえますよというキャンペーンが開催されてます。ちなみに、初めてファインペイにチャージされる方は、さらにもう一つポケチキのクーポンがもらえるので、実質2つ分の無料クーポンがゲットできます。こちらは今月いっぱいの1月の31日まで開催されてます。 ま、最後は何といっても安定の YouTubeA ですよね。まあ、こちら YouTubeA では現在2つのクーポンが出ていまして、ウェンディズやファーストキッチンで使えるジェルタピオカ200円引きのクーポン、そして、ワタミやミライザカ、トリメロなどで使える1000円オフのクーポンというのが2つ出ています。 もしですね、遊女銀行などフル活用されている方は、これを利用してみるのもいいのかなと思います。2点だけまとめるとこんな感じですね。まあ、パッと見た感じは、PayPay ペイペイと EbookJapan のキャンペーン、そして AUPay と家電20%キャンペーン、こちらの2つが明日の13日でキャンペーンが終了するということですね。もちろんここに記載されていないキャンペーンも結構あったりするので、まあ、ぜひですね、公式ページなどご自身でそれぞれチェックしてみるのもいいのかなと思います。 そして、キャンペーンの解説は以上で、最後にちょっとした小話なんですけども、まあこれですね、まあ僕が何度でも動画で紹介させていただいている、こちら D カードプリペイドですね。ここ最近結構ですね、まあ利用頻度が高くて、特にあの D 払いと連携してよく決済をしています。まあもちろん結構あのセブンイレブンのキャンペーンとか、あとランチもそうなんですけども、で、使いながら思ったことなんですが、 こちらですね。ご覧のように、決済をするたびに、このように通知のメールが届くんですよね。これ今、D カードプリペイドと D 払いのメール、それぞれ今出してるんですけども、今回僕はあの D カードプリペイドを D 払いと連携をしてるので、毎度メールが自動的に2通届くようになっています。 まあ、毎度毎度ですね、こういった、まあ、2通のメールが少し鬱陶しいと感じてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、もしですね、万が一、こう、自分のアカウントとかに何かあった場合は、すぐに気がつくこともできるので、ああ、このメールが来るシステムは結構便利だなと、普通に思いましたね。ちなみに、D カードプリペイドのメールには、例えば、こう、残高が記載されてあったりですとか、D 払いのメールには、決済した時のお店の情報とか、あと日程、あとは、獲得する D ポイントなども記載がされています。 そして現在 D カードプリペイドを作成するとこちらの100万円分山分キャンペーンにも参加ができるので、まあ、もあの作成を検討されている方はですねこちらもチェックしてみてください。 まあそんなこんなで今回は1月の13日から1月19日の来週1週間で開催される主なキャンペーンまとめ動画でした。まあ来週僕自身が決済する流れであれば、まあコンビニであればどちらかというと多分セブンイレブンの方が利用頻度高くなりそうなので、まあ D 払いの20%還元のキャンペーンを使おうかなと思ってます。まああとこうランチタイムとかに関しては、まあ D 払いのランチのキャンペーン、もしくはペ a ペ p の街角ペ a ペ p あたりのキャンペーンを使うのが多くなりそうかなと、 僕はそんな感じかなと思います。まあ、ぜひですね、ご自身が使うお店で、いかにお得になるか計画など組んでみるのもいいのではないでしょうか。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンクなども貼っていますので、詳細気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。